はい、こんにちは。大垣で創業87年、窓を健康と防犯防災の面から考える山田ガラスの山田です。今日は寝苦しい夜の窓対策ということでお話をします。7月に入ってですね、一気に暑くなりましたね。毎日のようにですね、各地で真夏並みの暑さだというふうに言われています。以前はですね、台風でこの寝苦しい夜を何とかしましょうというお話を何回もしてきたんですけれども、今テレビで言ってることというのはエアコンをつけっぱなしで寝てくださいと言ってるわけなんですよね。タイマーで切ってしまうと途中で中途覚醒と起きてしまう可能性があるので、最後までエアコンを使いましょうという話をすることが非常に多いんですけれども、夏の睡眠に対する悩みっていうのがあるわけなんですよね。一つはですね、暑さです。そしてもう一つは日光ですね。そして三つ目が騒音です。今日はその三つの課題についてお話をします。夏はですね、この暑さが睡眠の質に影響を与えるわけなんですね。先ほど言ったようにお部屋が暑いとですね、どうしてもお寝つきが悪かったりですね、中途覚醒ですね、途中で目覚めてしまったりとかいう可能性っていうのは非常に高いわけなんです。ですからなるべくこの中途覚醒、早期覚醒、こういったものをなくすというのが睡眠にとっては非常にいいことなんですよね。ではどうすればいいのかということなんですが、それは先ほど言いました冷房をいかに効率よく使うかということが大事になってくるわけなんです。ただですね、暑いからといってずっと低い温度のままで一晩中かけてるとですね、やはり体は冷えてしまいます。と同時にまた違う意味でですね、中途覚醒というのが出てくると思うんです。冷えすぎであるとか、それからやっぱりトイレに行く回数っていうのは増えたりとかすると思うんですね。ですからある程度の温度、まあ、27度というのが推奨されていますけれども、その温度を保っていくということなんです。じゃあそのためには何が必要なのかというと、やはりお部屋の温度を均一に保つということが大事なんですね。でそうなってくると窓のガラスに何を使っているかということなんです。何度も話をしていますけれども、窓というのはですね、外の温度を一番伝えやすい、そして中の温度が一番逃げやすい、そういうところなんですね。ですからこの部分を、逃げ道をなくす、入ってくるところをなくすということが大事になってくるわけなんです。そうなってくるとやはり高断熱性の服装ガラスを使っておくと、一晩中つけておくということも大事かもしれませんけども、僕はお部屋の中の温度が均一に保てればですね、途中でタイマーである程度のところで切っても大丈夫なんじゃないのかなという気はしています。ですから今補助金があるときに内窓をお買い求めになったお客様ですね、このお客様なんかは話をお聞きするとですね、やっぱり内窓に変えてから非常にこの冷房効率がいいと、すぐに冷えてくれるということなんですね。でしばらく切っておいてもずっと冷たさが維持しているので快適だよということをおっしゃられます。こういったことも踏まえてですね、お部屋の断熱対策、いわゆる冷房効果を最大限に生かすために、ガラスは断熱効果の高いものを使用しましょうということをお勧めしています。省エネ効果の高い窓に取り替えることによって、快適な室内環境を保ちながら冷房費用を節約することができます。2つ目がですね、日光の問題と言います。これ何かというと、夏の朝早いんですよね。もう5時ぐらいになってくると朝日が照ってくると、それがもうじり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 して結構暑かったりとかするんですよね。本来6時まで寝ていたいんだけども5時ぐらいに起きてしまうということっていうのは結構あると思うんです。じゃあこの日光の影響を受けずに睡眠を取る方法って何か、まあ、よく言われるのが遮光カーテンというふうに言われますね。僕は遮光カーテンというのはあまり推奨はしません。これはなぜかというと、じゃあ夏と冬カーテン入れ替えますかということなんですよね。冬は冬であのカーテンがあるおかげで体内リズムがよくわからない瞬間があるんですよね。朝なのか夜なのか昼なのか、これがよくわからない時もあります。ですから僕は遮光カーテンではなくって、もっと別のものを使った方がいいと思うんです。例えばブラインドですよね。でこれは室内ブラインドでもいいと思うんですけども、以前にもお話をしましたけども、夏の暑さは窓の外で防ぐということですね。ですから室外のですね、可動式ルーバー、これなんかをルーバー部分を稼働させてですね、日射を調整しておくということが非常に大事になってくるんじゃないのかなというふうに思います。そうすると朝日光が入ってくるのを遮蔽してくれるわけなんですよね。ですからある程度の部分で決まった時間まで睡眠をとることができるんじゃないのかなというふうに思っています。自然光を調節するということが2つ目に大事になってくることじゃないのかなというふうに思いますね。
3つ目はですね、騒音と言いました。特に夏はですね、この音という部分が非常に長く続きます。長く続くってどういうことかって言ったら、夜遅くまで家の周囲に音が溢れているということですね。当然ですね、夏になってくると出歩く人も多くなります。そうすると例えばですね、外で立ち話をしている人の声っていうのが非常に耳障りになったりとかする瞬間って多いですよね。それから少なくなりましたけど暴走族ですね、爆音しながらずっと走ってくると、遠く行けと思うんですけれども、やっぱりあの音っていうのは非常にうるさいです。それから夏祭りですね、夏祭りの盆踊りの音が苦になると言われる方もお見えになります。それからエアコンを夜中でも使っていますので、エアコンの室外機の音ですね、これも気になるところです。そしてもう一つ、これ岐阜だけかな、カエルですね。カエルの鳴き声って結構響くんですよ。エアコンのですね、室外機の騒音レベル、それとカエルの鳴き声の騒音レベルって同じぐらいの実はデシベル数なんですよね。だいたい50デシベルから70デシベルでちょっと低いところで鳴いてるわけなんです。高く聞こえるんですけども、デシベル数としては実は低いわけなんですよね。ですからそれを抑えるにはどうしたらいいのかと、これはもう内窓しかありません。内窓によってですね、外部の音をシャットアウトしてストレスを解消するということですね。これが非常に大事になってくるわけなんです。これも以前に言いましたけども、内窓の中にいるガラスの種類によってカットできる種類っていうのが限られているわけなんですよね。極端に低い音、例えばトラックのアイドリングの音から今言ったですね、実はカエルの鳴き声、それから室外機の音、こういったものは全て低いデシベル数なんですね。その音をなくすには何がいいのかということなんです。これは私は前も言いましたけれども、クリアフィットと言われる2枚のガラスできているけども中の空気を抜いているガラスですね、これが一番僕は効果的だというふうに思っています。でこれは実は断熱効果もありますので、先ほど言った冷房効果ですね、これを最大限に効果的に使うというやり方プラス音をなくすという意味で、やっぱり内窓ですね、内窓プラス何のガラス入れるかな、どのガラス入れるのかということが非常に大事になってくるんじゃないのかなというふうに思います。騒音から快適な休息を叶えるために、内窓によって窓の防音性能を向上させるということが一つ、そして窓の防音性能を高めることによって静かな環境でリラックスできるということですね。このリラックスできるということが入眠につながるわけなんです。非常にこの時期、体がまだ慣れきってない頃ですね、暑さでなかなか寝れなくって冷房をついついかけすぎてしまって体調を崩してしまうということが多いと思います。ですから快適な睡眠のためにも、僕はやはり窓という部分というのは一番大事になってくると思います。ぜひですね、参考いただければというふうに思っています。